はい、こんにちは、クオホーム本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。検討している会社に2グレードあって、気密測定をしてくれるグレードと、普通のグレード、かっこ高気密高断熱仕様でない、グレードがありますと。で、悩んでいます。社長さんは上のグレードを進めているそうですが、私の担当さんは、普通のグレードでも十分ですと言われています。同じ会社の中でも意見が違うのかなと感じて、私も決めかねています。予算的なこともあるので、どっちが正解かなと悩ましいですというご質問をいただきました。ありがとうございます。この質問なんですけども、まずですね、私が一番感じるのはですね、やっぱりその会社の中にですね、その会社の規模がわかんないですけどもね、会社の中にその2グレードあるっていうのがちょっと気になるところなんですね。やっぱり大手ハウスメーカーさんとかでしたら、いろんな商品ラインナップがあっていいかなと思うんですけども、僕らくらいの規模ってあれなんですけども、5人10人とかでやってるような会社で、やっぱその高気密高断熱って言われるハイグレードっていうのと、そうでないグレードっていう、この2つのグレードを持ってるっていうのにすごい疑問を感じるんですよね。その会社の経営者としての理念っていうのがどっちになるのかっていうのだと思うんですよね。それ2つあるっていうことはですね、結局両方立てたいっていう、お客さんをこう拾うって言って言い方悪いですけども、いろんなお客さんに対応できるがために、こう2グレードあるんだと思うんですね。なので、でも会社として、自分として、その企業として、どっちを進めてるのか、どっちがいいと思って進めてるのかっていうのは、やっぱちょっとブレが生じると思うんですよね。だからその会社の中で2グレードあるっていうのが結構疑問だと、疑問にちょっと感じるかなというところですね。はい。で、僕がですね、おすすめするんだったら、やっぱり上のグレードかなとは思うんですけども、ここに書かれてあるご予算的なものもあるというふうに書かれているので、非常に難しいところかなとは思うんですけども、そもそもやっぱその2グレードあるっていうところの時点で、私はちょっと、そこからまず考えてほしいなっていうところが正直なところですね。この、今回ご質問されている方が、どっちを本来求めてその会社に行ったのかだと思うんですよ。例えばその、安い方の商品をですね、メインの一番、大きい商品、主力商品としてあって、その後ろに高グレードの商品があるのか、高グレードな商品ですね、一応上のグレードの商品がメインにあって、こんなのもあるよ、なのかにもって全然違ってくると思うんですね。あと、私がもう一つ気になるのは、担当さんは普通のグレードで十分っていうふうに勧められてるってことなんですよね。で、担当さんはなんでそっちを進めてくるかっていうと、多分わかんないですけどね、サラリーマン、ですね、会社員の方の、会社員の営業マンだとすると、当然安い方がね、売りやすいんですよね。これ、営業さんの都合です。が結構多いですね。要は安い方が売りやすいっていうふうに思ってる会社さんだと、そういう普通の安いグレードの方がいいですよっていうのをね、さらっと言います。なのでそっちを進めてるんじゃないかなと思います。どう考えてもですね、どっちがいいかって言われたら、当然高グレードの方がいいに決まってるじゃないですか。でもそこをですね、普通のグレードを進めてくるっていうことは、言い方ですから、お客さんを見て、この方はそれでもいいなとか、そのぐらいのご予算しかないんで、そっちを進めようっていうふうに、多分操作してると思うので、そういう意味なので、多分そこに、迷わされない方がいいんじゃないかなと思います。まずこの会社を知ったきっかけが、安い方の、商品を目当てで、例えばきっかけ入り口で入ったのか、高グレードの商品が欲しくて行って、たまたまその下の商品ですね、高気密高断熱ではない商品があったのかによって、全然捉え方が違うと思いますので、そこをですね、まずしっかり自分の中でもう一遍整理してですね、選択していただいたらいいんじゃないかなと思います。まず基本的にはその2グレードあるっていうのは、私はちょっと疑問があると。いうことですね。その会社の理念がよくわからないと。で、その会社がメインで高気密高断熱の方の、上のグレードを出してるのか、安い方のグレードを上に出してるのかによって会社の考え方って全然変わってきます。で、営業マンの言うことは信用しないと、いうのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、一つ参考にしてみてください。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。はい、こんにちは、クオホーム本田です。今回はですね、この動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではですね、家作りに関すること、家作りに関するご不安なこと、家作りに関する施工に関すること、家作りに関する商品のこと、家作りとはちょっと関係ないお話から家作りの、裏話、含めてですね、いろんなことをですね、動画にして皆様にお届けさせていただけたらな、というふうに思っています。ご興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけたらですね、最新の動画が皆様の方に、お届けできるかなと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録していただけたら、嬉しいなというふうに思っております。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。